皆さん、こんにちは、ナシタです。今回はまた、ウィカとプリタンニェアナスタシアとグッドアフタヌーンとみんなでことわざのクイズをやりたいと思います。ね、ことわざって楽しみ、ね、面白いよねなんか隠れてる意味が、ね、あるね。そうですね。私はことわざ結構好きなんだけどね。私も好きですけど、全然知りません。で今回も勉強になるね。はい。で今回はミカとナシちゃんがことわざ見て、でそのことわざの意味を当たってみる。はい。でそのことわざに賛成するかどうかをね言ってくれる。あとね、なんかロシアにもなんか同じことわざがあるかもしれないから、ね、それも教えてくれる。はい。ね、頑張ります。じゃあ最初はこのことわざ、1つ目、語に入れては語に従え。聞いたことがありますけど、覚えてません。例えば日本に来たら日本人のようにしてください。そうだね。なんか自分のルールに従わなくて、なんか別の文化があるから、別の文化に従って行動する。そう、OK、丸です。イエーイ、ピンポン。日本にいたら日本のルールに従わないといけない。はい。そう、まあ、男の頃は簡単だったから、一番最初にロシアもありがとう似ている言葉があります。だよね。うん。スワイエモスターボンドルゴツアクリホーズマナステル。あ、マナステル日本。まあね、ロシアにもまあ、ロシア語にもそういう、ね、ことわざがあります。どう、これをこのことわざに賛成？はい、賛成です。賛成そうだよね、いいことわざだと思います。じゃあ次に行きましょう。足元を見る。足元を見る。自分の行動を見るってことですか？違う。なんかね、めっちゃなんか簡単に見えるけど、意味が深いです。何でしょう。歴史を覚えられる。歴史に、自分の歴史を覚える自分の歴史忘れちゃうか。なんかゴールに、あ、違う。ちょっとじゃあヒントがある。敵に関係する。敵か相手。あ、相手。なんか自分の足じゃなくて、あ、サリンカオクラゾ。あー、違う。ニビデオ。ね、やっぱり分かる。敵とか。あれ、足元を見る。そう、敵について。難しいか。じゃあ教える。敵の弱点を探す、見る。なんか昔はなんかいろんな旅人がいたじゃん、で旅人がなんか疲れて、例えばその途中に商人がいて、例えば馬とかを提供する、でその商人がなんかその旅人の足を見て、あ、この人疲れてるんだって、じゃあ高く馬を売る。あー、面白い。それはそう、相手の足元を見る、弱点を探す。面白いでしょ。知りませんでした。面白いです。ね、すごい面白いね。私もなんかすごく気に入ったこれ。ロシア語なら何かあるかな。ないかな。わかりません。なんかなさそうだけどね。相手の弱点を探す。ない。調べる必要があると思います。まあ、今思い出せないのなら、まあ、あっても多分使われてないと思う。賛成。そう、あとどう、賛成。賛成、まあ、答えられない。本当に答えられない。まあ難しいね。次行こう。あー、知ってる。知ってる。あ、私のおじいさんこれをすごくよく言ってた、私に。え、ロシア語で。ロシア語で。日本語で意味がなんか分かる、すぐに分かったから。でもロシア語ではタラピシミアデレナ、あとは
тише едешь, дальше будешь. Дальше будешь. Свою имя, да, なんか、はい、遅くじゃなくて、だから遅く急いでくださいと言われたことが多い。簡単だったね。うん。賛成。まあ確かにね、急ぐと逆に、ね、悪くなる。そう、変なこと。状況か。これは結構面白いと思った。みんな3人女性だから。あれ？女心と秋の空。なんだろう。女の心は分かりにくい。ああ、まあ分かりにくいというよりもちょっと違う。秋の空。うん。ああ、なんか女の子、女が自分の意見をよく変えるということですか？ピンポン？ピンポン？ピンポン？なんか秋に空がよく変わるじゃん。そう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 。そういうこと。ですから、うん、そう思ってないけど。女の子、春の方が、ちょっと春の方が変わってると思う。まあ、それは赤いです。赤いピーピー。天気みたいに女の心は変わりやすいこと。賛成。反対。反対。それは人によると思います。反対するわけじゃないけど、賛成するわけもない。なじゃあ何？例えば食べ物とか服、うん、服を買う場合なら時々こう、うん、なると思う。私は特に、まあ。ここはなんかあのいつものことなんか。そうなんか気分が変わる。なんか、うん、5分前は怒ってたけど5分後はすごくなんか。喜んでて、うん、でまた5分後はまた怒るとか本当に場合によって違ってるそうですね、うんまあね私にとっても難しいないのそういうなんか変わりやすくない変わりやすいと思ってないけど変わったことがあると覚えてる本当に難しい、うん、じゃあこれは難しいわ、まあ、私はこれが合ってると思うよ本当にうんね、女性って基本的に感情的じゃん。うん？そも方便。うん。そも方便。方便。方便はあのオーフク。オーフか。オーフクミラカミラ。ああ。うん。ダメにエフシエル。スポーツの時ちょっと違うね。え？ビオエウォッシュ。ああ。なんかいいこと。いいことのために嘘を。そうそう。そういうことがいい。とかあるいい嘘もあるあ、いい嘘もあるそう、なんかロシバブラガロシバブラガそう、ロシア語にもありますロシバブラガそうですねこれはなんか簡単だねちょっとだいたい賛成じゃあ何せ山せ海せ山せこれはことわざうん、こと、まあ、うんあれ例えばなんかあの部の部長が海鮮やませんだね多分成長するだろうね頑張ってる人えいろいろしてる人そうああ例えば釣りとか登るとか海鮮やませんなんか海に専念すんでで山せお山にも専念すんででなんか頭まあ、頭という、まあね、経験がたくさん経験がそうたくさん積んで、うん、もう賢くなるね、うん、でもなんかこのことわざはなんか褒める言葉じゃないあちょっとずる賢い人についてそれを言う、うん、なるほど「よろずや」という言葉は「よろずや」似ている似ていない、うん、なんか「よろずや」という言葉を聞いたことがあるからなんか英語で「Jack of all trades」という意味して、うん似ているかな。皆さん教えてください。これはね、多分簡単だと思う。交換するのは、не бежи у перед батьки у пекла。Нет。ベラルシ語だ。分かった。最後まで行く？行かない。あ、立つから。立たないから。あれすぐに若くなくなるすぐに。若く若くなく、若く。
若くなった。違う違う違う、例えば前方が変わってるから。違う違う簡単じゃない。簡単じゃないか。こちら教えようか。助けてよっしゃこれはもうやったことに対してもう誤解する意味ないってこと。ああそうですか。うん、気持ちがわかる。そう、よく出るから。うん、レールシャワーあるのかな。あるのか、あると思うけど覚えてない。もう、いや、ね、終わりです。以上以上です。はい、どうだった。面白かった。なんかこの中に何が一番好き。足元を見る。なんでなんかめっちゃ面白い。意味がちょっと違う。足元を見るって自分の行動を見ると思いましたが、実は逆行でした。逆にでした、逆だったね。だ、そう、面白いね結構。うん、楽しかったよ。多分急がば回る。うん、私にとっては戦い気持ちの言葉だったから。あ、おじさんがよく言ってた言葉だから。でも全部が面白かったから、選ぶのは本当に難しい。私も言葉が好きだから。いろいろな言語と比べて、なんか、考え方とか習慣を、分かるようになると信じている。そうそう、ね、私もそう、私はね、何がいいかな。私は多分お店やませ、そう。でなぜかというと、なんか初めてこの言葉を見た時に褒め言葉だと思ってましたね。なんかもうたくさん経験を持ってるから、もうすごく賢くなって、いいこと、いいことだと思った。でもあまり良くない言葉らしいなんですね。でも、面白いです。どうやって知るようになりました。ネットで知らない。なるほど。簡単です。今 Google があるから。 Google さんは全部、そうそう、 Google 先生。皆さんどうでしたか。なんかこの中でなんか好きなことわざがありますか。もしあったらコメントで書いてください。どこが気に入ったらライクとフォローお願いします。また会いましょう。バカバカ、また会いましょう。ネコゴチンニャン。See you later.